ビデオライトなんですよ、これ。でね、開けてみると、スウェード調っぽい巾着袋。トリセツ。アンド、なんていうんだろうな、これ。アンダーっていうんかな。アンダーっていうんかな。ちょっとあの、車中泊中の道の駅からなんでね、声静かめですけど。これが充電ケーブルですね。USB-C ですね。これが、ね、本体。iPhone4 とか、それぐらい、それのちょっと幅広いぐらいの大きさなんかな。で、これが、ここが LED、ここが光るんですよ。96個の LED が入ってて、でね、ちょっと、色が、光が、ちょっとね、これわかるか、すりガラスみたいになってるんですよ。色がこう、バーっとぼやけるように、直線的に光にならんように。で、ここは、固定するネジ穴が1個、2個、ここにもついてて、ここは充電の USB-C の。ほんで、これが電源ボタンなんですよね。で、これがまあ、ちょっと調整のダイヤル。ちょっと電源つけてみましょうか、これね。あ、で、これがね、固定マウントのアダプターですね。ここにアクセサリー臭に、コールド臭のところにつけて、やるやつです。そんなもんね、これもちゃんとこれ、金属のアルミの、いいやつですよ、これ。やった。買おうかなと思ってたんですよ、これ。やった、これ。すごいいいやつ。これが、まあ、挟んで、まあ、これが、まあ、これ直接、これをここにつけてもいいし、これにこうやって、ここを挟んで、スマホ挟むやつですね。ここにこう挟んでもいいっていうことですよね。多分。すごいいいやつが入ってました。4999円の1000円オフやったんで、まあ、3999円。まあ、言うと4000円ですね。じゃ早速つけてみましょうか、これ。これね、すごいいいんですよね。ちょっと消すか。全部消すわ。これだけの光ね、これ。もう結構明るいでしょ。これでちなみに、見てこれ。ここ、パーセンテージ。ここ、5% の明るさなんですよ。で、色温度が3000K。なんかこの暖色系。一番の暖色、オレンジっぽい光。これちょっと白く見えてるけど、オレンジっぽい光です。結構わかるでしょ。これで 5% ですよ、明るさ。やばないですか。もうこれが電池の残量。これね、ここに時間表示 5% やったら、この光量やったら、11時間20分これ、持ちますよってことなの。確か、2500mAh やったような気がするんですけど、まぁ、ちょっとね、それはまたテロップであれしますわ。パーセンテージを上げていくんは、このここの、これダイヤルになってるんで、これをね、動かすと、6になったでしょ。1% ずつ上がっていくんですよ、これ。まぁ、ちょっとずつ上がってるでしょ。まぁ、ずっと上にしてると、ズン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 と、ほら、30、50。めっちゃ明るいですよ。明るくなった。カメラじゃね、分かりにくいんやけど。これ100。100だと45分しか持たない。めちゃめちゃ明るい。もう、車の中がお昼間ぐらい。これぐらい明るいんですよ。直接だとこんな。これね、カ
メラでね映ってるよりも相当明るいんですよ。車全体を照らしてる、照ら真っ昼間みたいに。まあこれ 100% ね。20でも こんなんすからね。20% 光量 20% でもこんな明るいから、で、この下ケルビン、これもね変えれるんですよ。ここのねダイヤルを押し込むと、これこの矢印が下にピッて移動するんで、まあ、これで見えるか。下に矢印移動したでしょ。ほんでこれをまたジョグダイヤルを上にしていくと、ケルビンが色が白くなっていきます。光がちょっと消しますね。これケルビン数が上がって、どん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 6500、見るかな、6500ケルビン。ほらだいぶ色変わったでしょ、真っ白の光に。ちょっとほんじゃこの状態でもうちょっと光量上げようか。光量を100まで上げますよ。6500ケルビン、まあ、一番真っ白で100、45分しか持たないね。これめっちゃ明るい。これ見てめっちゃ明るいでしょ。めちゃめちゃ明るいんですよこれ。もう目直視したら目がやられる。ほんでこれをケルビン暖色に変えていきますね。ほらほらだんだん変わってきたでしょ。ほらこれ3000ケルビン、3000ケルビン、また6500まで上げますよ。すごいでしょこれ。いいでしょ。直で行ったらわかるかな。ケルビン数変えていきますよ。わからんかな、これはちょっとわかりにくいかな。ほらオレンジになったでしょ、というようなライトです。で消すんは電源ボタンをまた長押しで消すと。でこれをどう使うかというと、アクションカメラね、これで出てくるわけですよ。アクションカメラでね夜に撮影するときに使おうと思って買ったんですよ。まあ、オスモアクションはねこういう風にアクセサリー集がこことこここのプロテクターウランジかな、これのプロテクターだと2箇所つけれるんで、まあこうやって持っていくときに、でこれをこれつけて、やばいっしょこれもうアクションカメラとしての携帯性が完全に失われてるけど、こんな感じになります。ちょっと後ろこれプロテクターの、プロテクターこれ つけてないけど、こうなると、ほら結構めちゃめちゃ上がるでしょ。5% やから、 5% でこの明るさ、これで 30% で 50% 明るいっしょ。 100% です。あんま変わらんけど、なんか感じが変わらんけど、めちゃめちゃ明るい。とにかく明るく広い。ほら全然この大きさなんで全然途切れ目がない。ほらちょうどここがもうこいつの真上で、ほらあれか、こう光がめちゃめちゃ広いでしょ。これがねすごいいいっすよね、光の広さが。
途切れがないんで、こうスポットライト的な感じじゃないんでね。まあ、ちょっとケルビンがこれ今、3000ケルビンなんで、白くしましょうか。6500ケルビン。ほら、すごい白、全く違いますよね。青っぽく見えてんのかな、ひょっとしたら。けども実際は真っ白ですね。ほら。これはいいですよ。めっちゃ明るい、ほら。さっきまで、このランタンとは比べ物にならんでしょう。この明るさですかね、ほら。上に、天井に、やると、これだけ全体照らすんですよ。マックスだと、100にすると、多分、充電マックスでも1時間ぐらいなんかな。まあ、けど、これでずっと1時間歩くってことは、本当の暗闇ぐらいしかないんで、こうやってキャンプの時とかも照らしながら、全然、撮影できますね。アクションカメラは暗いところがどうしても苦手なんで、これぐらい明るかったらもう本当に、あ、ちなみにこれ、給電しながら、照らすことももちろん可能です。欠点を挙げるとすると、このなんかこう、ジョブダイヤルみたいなのをね、こう回すんじゃなしに、この下に下げると、ポロロロとこう下がっていって、上に上げると、まあ、上がっていくんですよ。で、押し込むと、こう切り替わるんですけど、まあ、例えば 5% にしようと思うと、これぐらい待たないとダメなんですよ。こうパッと切り替わりがないんですよ。じゃあ例えば0、この5から100、例えば5から100にするんだったら、だからずっと結構30秒ぐらいずっとこう上にやらんとダメなんですよ。で、こう、100にしようと思うと、これだけ時間かかるんですよ、ほら。30秒言い過ぎたな。15秒ぐらい、かかるんですよ。まあ、それがちょっとね、こう、光量の切り替えを、なんかメモリーみたいなのがあって、0、50、100みたいな、メモリーじゃなくてもいいから、こう0、50、100とこう、パッパッパッと切り替えれる何か、あれば良かったかなと思いますけど。ということでね、名前ないで、まあとにかくフォトグラフィーフィルライトね、このビデオライトですね、もうカメラライト、ビデオライトですね、ご紹介でした。いや、質感もめちゃめちゃいいですよ、これ。ここ金属、多分金属っぽいんですけど、うん、いい点としてはやっぱりこの LED が96個ついてるんでめちゃめちゃ明るい。で、0から100まで無段階で、光量が変えれるのと、で、まあ結構バッテリー持ちもいいのと、まあ、充電式なんでね、電池じゃないんで、やっぱ薄いですよね。液晶で、いろいろ、で、情報が表示されるのもいいですよね、これ。で、色温度変えれる。2色とかじゃなしに、この、オレンジから白まで、無段階で、100ケルビンずつ変えれるっていうのが、いいですよね。よくあるんが、このね、ビデオライトとかまた調べてもらったら、皆さんも分かると思うんですけど、ここのね、ディフューザーとかつって、この、ここに何かこのフィルムみたいなを、色フィルムみたいなのを取り付けて色を変えるっていうものが多いんですよ、結構。その代わりいろんな色、はい、ついてるんですよ。まあ、青とか黄色とか緑とかいろんな色入ってたりするんですけど、そんな使わないでしょ。オレンジ色か白か。もうそれさえあれば、僕は全然良かったんで、これは大当たりですね。こういう感じに、ちょっとすりガラスみたいになってるんで、光がね、優しい光になっていいです。
おすすめします。またね、よかったら説明欄にリンク貼ってるんで、ご覧いただければと思います。これ巾着もね、いい巾着ついてるんで、ちょっと入れてみましょうか。うん、これで入れて、ほんでちょっと傷もつかないんで、いいですね。これは今日はこれまでということで、ごめんなさい、ちょっとボソボソ、いつもにも増してボソボソ喋りですけど、道の駅で今一人で車中泊中で、そこでついでに一緒に商品レビューもしてしまおうということでやってるんでね、あんまり周りに迷惑かけないようにちっちゃい声でやってます。よろしくお願いします。では最後までご覧いただきありがとうございました。これからも楽しんでいただける動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。